デンベレはポケモン GO にはまり、卵を孵化させるために試合中靴下の中にスマホを入れてプレイしていた。デンベレは寝坊がバレるのを恐れ仮病で休もうとするも、心配した医療スタッフが自宅に駆けつけてバレてしまう。デンベレはあまりの遅刻の多さにベンチを外されたことがある。デンベレは借家を出ていく際にゴミ屋敷にしたことでオーナーに訴訟を起こされた。デンベレは所属するチームで遅刻による罰金制度が導入されてから644万円も支払うことになった。デンベレはドルトムントがバルセロナからの自分へのオファーを断ったことに激高し、練習をボイコットした。デンベレは主役であるにもかかわらず自分の結婚式に遅刻した。デンベレは日本を訪れた際、ゲームのセッティングをするために訪れた日本人スタッフたちに、なんて醜い顔ばかりなんだと差別的発言をした。